はい、皆さんこんにちは、ヒロです。ゆかです。いつも皆さんご視聴大変ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今回はですね、もうリアルにお話しさせていただきますが、広島県のカードショップランキングはい、を発表させていただきたいと思います。はい、まあ、皆さんあくまでも個人の見解なので、あまりそれを全てだというふうにはとらわれないように、はい、していただくと、まあ、ただですね、僕たちも結構いろんな店回ってるんで、うんうん、実際じゃあここの店どうなの、これはどうなのっていろいろあると思うんですよ。まあ、今回例えばガチャが強いお店、うん、オリパが強いお店、うん、そして買取査定が高い店、うん、そして買取査定が厳しく甘い査定の店とかいろいろあると思うんですよね。はい、でちょっと言いにくいんですけど、ワーストも今回ちょっと発表させていただいて、うん、まあ、それを皆さんのリアルをお伝えすることで、そう、ね、うん、広島県の一つ同じお住まいの方や、まあ、県外の方で遊びに来られた時とかに基準に一つ ね、参考にしてもらえたらと思います。はい、というわけで早速発表していきたいと思います。はい、じゃあ今からランキングの方を発表させていただきたいと思います。はい、今日のランキングは4つの項目に分けさせていただきまして、まず1にオリパのランキング、2にガチャのランキング、で3に、買取のランキング、で4に、シングルカードなどの購入のランキングをで分けさせていただきました。はい、というわけで今回はさっきご説明あった通り、オリパそしてガチャそして買取について、そしてシングルカードの品揃えについてっていうところ4項目ですね。はい、じゃあ早速いってみようか。ですね。じゃあまず1番からのオリパの優良点というか中身が強いランキングから発表したいと思います。はい、ちょっと正直シビアなことを言わないといけなくなるんですけど、まあ、視聴者の方もねリアルな方を聞きたいと思うので、もうちょっと正直はっきり、はい、発表させていただきたいと思います。はい、はい、じゃあまず1位の方からいく。いや、3位からの方が。あ、3位からそうね、うん、じゃあまずトップからいく。トップの方からいく。トップ？ワーストじゃなくて、そうね、いいところ。ああ、そうね、すごく強いなとか思ったところのまず3位から発表したいと思います。はい、では第3位はブックオフ八木店さんです、うん、はい、こちら見事3位の方がランキングになっていただきました。まあね、何回も、はい、引かせていただいてますが、500円のガチャでそもそもダブルレアトリプルレアが3枚以上入ってるとか外れるわけですね、うん、でそれで狙えるカードがマリーだとか、うん、当たりも強いです。当時だとレックーザ V のスペシャルアートとかですね、うん、はい、で1000円オリパとかもそうですし、で時々される2万円オリパとか、うん、もう3万円オリパとかに関してもめちゃくちゃ強かったです、うん、強い、口数も少なくてね、そう、うん、20口とかだったんで、うん、すごい狙いやすかったです。その中にマリー3枚とか入ってますから、うん、品質もね結構いいやつが多いのでぜひおすすめですね。あ、そう、確かに品質がすごくいいです、うんうん、傷もんだけ入れるとかそういうことは絶対なくて、うん、はい、で店員さんの対応も良くて、うん、すごいいいお店だなと、うん、オリパランキングでは3位でした。はい、はい、じゃあ続きましてオリパのいいと思ったランキング第2位の発表させていただきたいと思います。はい、では第2位は2位、うん、ホビーステーションさんです、うん、はい、いらっしゃった。いや、まあ、強いですよね、相変わらず。ギャラドスごっことかね、うん、のピカチュウ、前回の僕らの動画見ていただきたいんですけど、うん、すごかったよね。すごい、どうしたんっていうぐらい、うん、ハズレがハズレじゃないね。もう本当にハズレがハズレじゃないです、うん、もちろんね、金額が普段買える金額でない金額のものを入れていただけるんで、うんうん、そのね、もちろん安い金額ではないんですけど、一生懸命出してもやっぱり喜べるカードが手元に来てくれるんで、うん、大変嬉しいです、うん、結構いろいろね、買いたいんですけど、ちょっと頻度が少ないかなとは思います。一つだけ言わせていただくとそれですね、もっと欲しい、もっと買わしてっていう、うん、でその僕がね、あんまり押しのけて買うわけにいかないんでそうですね、他の方も買いながらこう一緒にみんなで買えて楽しめたらなっていうふうに思うんで、ホビステさん唯一そこだけですから、ね、はい、いや、もう文句のつけようないですよ、うん、もう問答無用で、はい、第2位でした。はい、じゃあ続きましてオリパがいいと思った、おすすめのお店ランキング第1位を発表したいと思います。はい、第1位は、うん、
これは広島県と限らず下手すりゃ全国って言っても過言じゃないんですけど、お宝バンクさんです。はい。もうこれは文句なしでしょ。文句なし。ダントツ、うん、もう県内どころか本当に全国レベルだなと、あの前の動画でも僕見させていただいてるんですけど、うん、もうずば抜けてます、もうホリパがねすごい、すごい。買えなかったんですけど、あのね、一緒に撮った動画の後に 2,3 回ぐらいね、診断が出たんですけど、まあ強かったね。強かった。普通に買いたかった。買いたかった。もう開始数分でもうなくなるぐらいの売れ行きだったみたいで、なんか YouTube 見たよって人もいっぱい来てくれたみたいな、僕らのことかは分からないんですけど、もし僕らのことだったら嬉しいなって感じでしたね、はい。まあでもミュウツーもずっと入りっぱだったしね、あの後なんかブイズもずっと入ってたし、すごい、本当にすごい、もうすごいとしか言いようがないぐらいすごいです。そうですね、言葉で説明できないので、もう詳しくは動画の方をぜひご覧になっていただけたらと思います、はい。まあ、というわけで、問答無用で1位は、はい、お宝バンクさんということで、おめでとうございます。おめでとうございます。あくまでもこれは僕らの個人の意見なので、もちろんあのオリパなので、とはいっても皆さんあのもちろん引きによっては偏ったりとか、なので僕が今発表したお店でもちょっと偏ったからって言って、ちょっとね、お店さんのせいにしたりとかするのは絶対やめましょうね、はい。それを楽しむのがやっぱ一つの、はい、開封ですし、それに一番そもそも封入が厳しいっていうのは、もともとのポケカも遊戯王もそうですけど、パック販売されてる会社さんなんで、はい、それに比べたらオリパさんは結局良心的だと思いますので、はい、楽しく開けましょうね、はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、じゃあ続きまして、オリパのちょっと厳しいかなと思う広島県のお店さんランキング第3位から発表させていただきたいと思います。はい、ではワースト第3位はゲームワークさんです。はい、でこちらのワーストとは言うんですけど、単純に強すぎるお店さんから外れた場所っていう風に思っていただければ、そうね。ただやっぱり強いお店さんと対象に比べたときに、やっぱり外れ枠の辛さとか、当たりの強さとかっていうのを対象に取ったときに、やっぱりちょっと、ランキング以下になってしまったっていうだけなんですね。そうですね。まあ、3000円とかのガチャでやっぱりトップレアの当たりがそんなに強くないなとか、で、遊戯王とかでもそうなんですけど、ゲームワークさんは例えば、ね、3000円とか5000円口とか買って、まあ、500、600円のカードが入ってたりとかっていう感じですね。でただ当たりがじゃあ 1,2 万円のカードってなってくると、やっぱりちょっと負ける確率の方が圧倒的に高いかなっていうような、そうね、ちょっとイメージでした。うん、はい、でまあ一つの例として、はい、参考にしていただけたらと思います。はい、続きまして、オリパはねちょっと厳しいなと思うお店さんランキング第2位を発表したいと思います。はい、第2位はカードラボさんです。いや、なんか、なんて言うんですかね、カードラボさん、結構いろんなオリパ更新されてるんですけど、なんか、なんか全国基準で、なんか基準が決まってるんじゃないかなっていう感じはします。大阪行って買った時もそうなんですけど、なんか、どこ行ってもレインボーオリパとかシルバーオリパ、で、ポケモンだったら、クイックボールとか、いろいろあるんですけど、なんかレパートリーが本当に毎回一緒だなっていうような感じで、まあ、なんて言うんですかね、普通です。普通だね、なんか普通に普通、たまに思うのが2番目のあたりにそのちょっとマイナスになるぐらい、その例えば5000円くじだったら4000円ぐらいのカードが2番目のあたりに入ってる時が、あれって思う。確かに確かに、ちょっともうかなりリアルに言わせていただくと、1回1枚のオリパ買うと、レパートリー当たり一覧って書いてある中に載ってる中に、大体8000円ぐらいのカードや7000円ぐらいの、例えば遊戯王で例えると1枚のオリパ買うと7000円台のクラリアのコマックのプリズマが入ってたりとかですね、当たりなんだけどこれ当たったら負けるなみたいなカードが入ってたりとかですね、そういうのを見て別に全然弱くはないんですけど、ちょっとまあいいかなっていうところはある。そうですね、ちょっとなんか負ける率の方が高いんでちょっと買いにくいなっていうイメージは、はい、なんか小口1、2口遊びがてらつまむぐらいだったらいいかなかもしれないんですけど、そうですね、普通に買うとちょっと難しいかなという意見です。はい、はい、
第2位はカードラブさんということで。はい、じゃあとうとうワースト1位の発表となりますね。はい、はいはい、じゃあ続きまして、オリバーがちょっと厳しい広島県のお店ランキング第1位の発表となります。はい、ではちょっと言いにくいんですが、はい、ワースト第1位はブックオフ大手町店さんです。あはい、これ拍手しちゃいけない。あ、そっか、そっか。大手町さん、すいません、ちょっと名前を挙げさせていただいて本当に申し訳ないんですけど、ただ視聴者さんにね、ちょっとリアルな方を届けないといけないんで。そうですね、もちろんこれから改善していっていただけたら、もう別にそんなね、僕らもそうですけど、もう二度といかんわとかそういうつもりもないんで、うん、ただ現状今の段階だとちょっともう一回買いたいなとは思わないのは事実なんで、うん、はい、はっきり伝えさせていただきますけど、やっぱり当たりに折れたカード、うん、傷ついたカードっていうのはちょっとやっぱダメですね、うん、そうですね、はい、なぜなら、折り場っていうのは買う方は基本的にプレイヤーではなくてコレクターの方が多いと思います、うん、僕もそうですけど、うん、そしたらコレクターの方っていうのは備品とかやっぱりそういうのを求めて購入してるんで、正直辛いカードが出ることは正直その通の話なんですよね、うん、そう、そこじゃないんですよ。僕も別に負けたとか勝ったとかじゃなくて、その前にピカチュウの HR が前回の動画で当たった時もそうなんですけど、備品だったらやっぱり嬉しかったですよ、うん、それが欲しくてやっぱやってるんですから、うん、だからそういう意味で言うと、ちょっとそれでせっかくやったー出たーって気分になったのに、うわ傷だらけってなるとコレクションにも加えれないんで、結局このカードどうしようってなっちゃうんですよね、うん、そうなんです、うん、でやっぱり1500円例えば出しました、ハズレ枠がオールと V30 円ぐらいの価値1枚です、うん、これは、まあ、僕とかだったらまあまあまあそのいいんですけど、うん、お子さんとかも買われるんですよね。そうですね、僕が実際見てた時も家族連れの方や、うん、主婦の方かな、うん、みたいな方が買われてたりもしたんですけど、うん、やっぱりその1500円ってとても安い金額ではないので、うん、それ買った時のお子さんの反応とか、うん、誰もがそのバッパラバッパラ買えるわけじゃないんで、うん、ちょっとそれはやりすぎかなっていうふうに、うん、はい、個人的にはちょっと思いました、うん、じゃあ第1位は大手町さんということで、今後良くなることを願います。はい、ぜひ期待しましょうか。はい、はい、はい、じゃあ続きまして、カードのガチャのお店さんランキングを発表したいと思います。はい、まずね、第3位から発表したいと思います、はい、ではガチャの、トップ3から発表しますね、うん、ガチャの有料お店トップ3は、うん、ホビーステーションさんです。ホビーステーションさんです。いや、これですね、これもオリパと一緒なんですけど、うん、結構買われる頻度が高くて、うん、よく売り切れてるよ。そうね、あんまり買えた記憶が正直あんまりなくて、うん、売り切れ売り切れみたいなんですけど、うん、この間ちょっと試しに、うん、久しぶりに回してみたんですけど、うん、例えば1回300円のポケモンカードのガチャポンで、うん、ガチャポンじゃない、ガチャで、だいたい200円以上のカードは入ってるなっていう、うん、あ、っていうか S レアとかが普通に入ってて、それプラス10枚入ってたんですよ。全部で10枚入ってて、うん、S レア1枚でレアが4枚とか、うん、うん、普通に使えるカードって、そう、うん、でなんか普通に5回6回ぐらい回してたら、うん、エリカのエリカじゃない、ラフレシア GX のエリカ添い寝バージョンとかもあったって、うんうん、そこね、ちっちゃい子でもね、お小遣いでできる良心的だなと思って。あ、確かに確かに、うんうん、300円ぐらいって言ったらね、ちょうど中学生小学生ぐらいだったらなんとか出せる金額だと思って、うん、結構ね、当たって嬉しいやつも多かったんでね、ぜひおすすめですね。そうなんですよ、うん、絵違いが3分の1で出ますよ、色違いが3分の1で出ますよって紙に書いてあったんですけど、ほぼ 100% 出ました、うん、50%、 50%、 あ、 50%、 そうそう、 50% で、ほぼ 100%、 100% だった。どういうことすごいやっぱり良心的だなと、はい、そうですね、感じましたんで、皆さんもぜひね、回してみていただけたらと思います、うん、はい、じゃあ続きまして、カードが強いなと思ったお店さんランキング第2位を発表したいと思います。はい、第2位は、うん、カードラボさんです。はい、はい、さっきオリパではね、ちょっと、うん、厳しいかなっていう意見を出させていただいたんですけど、ガチャに関しては、うん、ポケモンも遊戯王もとても強いです。強いね、はい、強いのです、うん、よくお世話になってます。僕らはもう縦3列貫通とかもよくやってた。最近はね、ちょっとね、そうそうそう、遠慮してちょっと遠慮してしないようにはしてるんですけど、ちょっと最初は一体どういう中身が入ってるのか気になった時に何回か貫通してしまったんですけど、うん、
頭強いです。強い。あの、小当たりのね、数がすごく多いなと思います。確かに確かに。あの、遊戯王カードで言ったら、例えば1回1500円のくじ、うん、ガチャ でプリズマが確定で入ってるとかですね、うん、で、それを回しながら当たりレパートリーが30個ぐらいあって、うん、で、ブラザー、ウォルターナティブドラゴンのホログラフィックとか、うん、オシリス運転クリーのプリズマとかですね。で、トップにそれこそ2、3万するようなカードが入ってたりとかですね、うん、レッドアイズの1番、レッドアイズの1番のプリシクとか、うん、そうですね。なんでガチャはやっぱり強いかなっていう、うん、ポケカのガチャもかなり良心的です。あ、確かに、うん、あの、当たりもレパートリーも多いですし、うん、で、外れのカードとかでもやっぱり使えるカードが多いかなっていう感じで、うん、すごいプレイヤーにもコレクターにも楽しめるような内容になってるかなっていう、うん、ですごい、あの、よく、ね、いろんな人が、あの、ガチャ押したりしてるからね。確かに確かに、ね、なんかたまたま押した時に最後の売り切りでめちゃくちゃいいやつが出たとかね。いや、そう、穴目なんですよ。そう、回転率が早いので。そうですね、うんうん、あの、僕たちも一直線貫通して何が出るだろうと思ってバーって押そうとしたら1個目押した瞬間売り切れって出て、トップレアがいきなり出てきたりとかありましたし、うん、なので結構、あの、買われる方が多いんで、うん、いきなりトップレアが出たりとかっていう可能性も十分高いんで、うん、行った時にね、1、2回ぐらいは押してみてもいいんじゃないかなと思います。確かに確かに。はい、おすすめのお店さんです。はい、はい、じゃあ続きまして、ガチャが強いなと思うお店さんランキング第1位の発表したいと思います。はい、第1位は、うん、バトルロジックさんです。もうバトルロジックさんは僕も結構回すんですけど、うん、やっぱり強いですね。強いね。遊戯王もポケカも強いね。どっちも強い。遊戯王とかでも、うん、僕過去に回してびっくりしたのが、うん、ガチャって店員さんが好きなように詰めるんで、うん、トップレアってもう最後まで回してここにあるんですよ、普通に、うん、まあ、これもどこの店さんも大体共通なんですけど、うん、バトルロジックさんなぜかこの辺に入ってたりするんですよ。あるね。そう、途中でポコンって大当たりが出てくるんですよ、たまに。もちろんそういう時もあるんですけど、なんか本当にたまに出てくるっていうのが何回も経験あります。なので、やっぱり普通にやってていいのもポンっていきなり出てたりとかすることも多いんで、あとレパートリーに載ってないのに、なんかあれ当たりなんじゃないのこれっていうのはちょっとプラスね。あったあった。になるようなやつとかも結構入ってたりね。そうです、隠れレアっていう当たりレパートリーに入ってないけど、うん、実数買おうと思ったらすごい高いカードがポンと出てきたりとかすることが多いですね。パズルでも使えるカードが入ってたりもするのね、うん、そう、とにかく有料です、うん、で結構売り切れる頻度は早いんで、うん、出て1週間で更新とかよくあるんで、下手すればもっと早いですね。結果が特に早いね。早い、うん、150口とかすぐなくなるんで、うん、もう見つけたら皆さんちょっと、あの、少しだけ回すぐらいでもいいと思いますよ、うん、はい、はい、じゃあ第1位はバトルロジックさんということで、おめでとうございます。はい、では次行ってみましょうか。はい、はい、じゃあ続きまして、カードの、ガチャガチャのちょっと厳しいかなと思うランキング第3位から発表したいと思います。はい、ガチャの厳しいなと思ったお店、うん、第3位は、はい、お宝買取団さんです。で、こちらはですね、ちょっと、あの、傷が多いのが、うん、そうですね、うん、傷物が多いですね。ちょっと当たりと外れの差がすごく激しいのと、小当たりがちょっと少ないかなと思うところが、そうですね、うん、お宝買取団さんのガチャって、そこの自販機の型番で縦に25しか積めないんですけど、うん、レパートリーの数考えたら、1列に中間あたり1個と一番最後まで回した時の大当たり1個のこの2個しかないんですよ。で、例えば1回3000円だったら縦貫通するのに7万5000円かかるんですね、うん、それで7万5000円以上のカードが入ってるかって言ったらそうでもないんで、じゃあ誰かが回してくれとって途中から回してラッキーをつかめればいいんですけど、うん、基本的にこのガチャ回されてることほとんどないので、ない、ね、うん、ほとんど見ない、うん、あの、僕らが何回も貫通しに行った時もだいたい25口中23口とか24口とか、うん、結局回さないといけないことが多かったんで、あんまり、うん、穴目ではないかなっていうのもあります、うん、そうですね、うん、で、状態もちょっと正直言うので、うん、で、昔はこれすごいおすすめできたんですけど、うん、あの、例えば2、3000円のガチャにアセドラ20万円相当のカードが入ってたりとか、そう、
ただちょっとオープンしてからずん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 絞ってきてるなっていう感じはもうちょっと正直に言います、うん、はい、なってきてます。そうですね、まあ、紅葉店さんですね、お宝会社の、うん、ちょっとそこは厳しいかなって感じです。はい、じゃあ続いていこうか。そうですね、じゃあ第2位の発表したいと思います。はい、第2位は、はい、ブックオフ店系列さんです、はい、まあ、これはとガチャが強いとか弱いとかじゃなくて、うん、なんかそもそも力入れてないなって思います。なんかあんまり専門店でないしね、うん、なんかオリパは強いんですけど、うん、なんかガチャはなんかそんなに力入れてる店見たことない。まあ、ただ単にまあなんか、うんうん、それだけの理由です、はい、まあ、これからもっと力入れてほしいなっていう意味でちょっと、はい、そうですね、させていただいてます。あ、でも昨日の記事見たんですけど、ブックオフダンバラ店さんが新しく自販機仕入れたんですけど、うん、これのガチャはいいなと思いました。結構、あ、そうなの、うん、1000円ガチャとかでボス3枚とか、あ、うんうん、うん、いいね、結構その小当たり分けでね、しか、うん、とかで結構入れてたりした。プレイヤーにとってはね、良心的じゃね。はい、なんでもしかしたら引きに行ってまたランキング入れ替わるかもしれないんで、うん、まあ現状はあんまり力入れてないかなっていうニュアンスです。ランキング第1位のお店さん発表したいと思います。はい、トゥース。トゥース。第1位は双葉図書さんです。まあこれと同じ理由。これは同じ理由です、ね、うん、あの、あまり力入れてないですね。そもそもオリパとかガチャとかあまりされないんで。うん、まあ、うん、なんか300円とか500円のガチャでトップレア1000円とかあるとかですね、うん、ちょっとおみくじでね、ちょっと安く買えたラッキーみたいな、うん、もう本当に遊びぐらいですね、あれは、うん、はい、特に大きい理由はないっていう感じね。そうです、大きい理由はないですなんでまあポケカーただパックでもう売ってないんで、うん、まあ、ガチャでもいいんで買えたらいいかなっていうんだったらありかもしれないですけど、うん、まあ、ただその場合はブック…あ、じゃあ、あれ双葉図書さんでやるぐらいだったら正直シンプルに好きな方が多いかなと思います、うん、はい、あくまでも個人的なり、ね、あのランキングなんでご参考に。あ、そうですね、皆さん あんまり別にお水さん系のしたわけじゃないんで、リアルなのをただ視聴者さんにね、うん、あの共有してるだけなんで、はい、はい、第一は双葉図書さんということで、はいはい、じゃあ続いては買い取りですね。買い取りがいいなと思ったお店さんランキング第3位を発表したいと思います。はい、買い取りのいいなと思ったお店、うん、第3位はカードボックスさんです。はい、まあさすがトレコロさん系列だなっていうところが。本当にそうなのかな、多分そうだと思う、うん、うん、分からないです、間違ってたらすいません、うん、まああの買い取りのやっぱ基準値が基本的に全部ベースが高くてですね、うん、そうですね、なのであの広島県だと富士グラの中にある、そうそう、宝町、うん、宝町の富士グラの中にあるんですけど、うん、やっぱり買い取り価格っていうのには力入れてるなっていう感じで、うん、確かに、うん、思いますね。なんかポップとか見てそれで行ってもなんかたまにこう全然違う金額言われたりとかね、うん、金額が幅が激しいとかあるんですけど、なんかそこまでないかなと思います、ね、あ、確かに確かに、うん、そうですね、持ってってみてなんかすごくっていう感じではないですね、うん、なんか僕たちもよくあのカードを売りに行ったりするときに売って、やっぱその被ったカードとかですね、シングルカードに買い替えたりとかしてるんですけど、そういうときとかになんかすごくあのお値段の査定がすごい、はい、結構いい値段つけていただいたりとかすることもあるので、まあ皆さんもぜひね、はい、おすすめですね、おすすめぜひ持っていっていただけたらと、はい、はい、思います。はい、じゃあ続きまして、買い取りがいいなと思ったお店さんランキング第2位を発表したいと思います。はい、うん、第2位は福山にある開放倉庫さんです。はい、まあここはですね、うん、在庫数もすごくたくさんあるんですけど、うん、まあやはり買い取りがすごく強いかなっていう感じで、うん、そうだね、チラシまで作って大々的にその買い取り価格っていうところに対して、うん、いっぱい売ってるんですけど、うん、ちょっとやっぱどこの店と比較してもやっぱ高めの設定が多いです。そうですね、カードショップさんより高いかなと思いますね、うん、そうなんですよ、うん、なんかあそこってなんていうかな、ちょっとリサイクルショップじゃないけど、そういうイメージじゃん、うん、なんだけどなんか顔にものすごく力入れてるなって感じするよね、うん、確かにすごい本当に、うん、なのでそうですね、
今言ったカードボックスさんもそうですし、うん、この第2位のところもそうなんですけど、うん、あと傷の査定が正直結構緩いです正直特に開放倉庫さん結構そこまで厳しい目で見られないんで、うん、そのミリ単位とかあれぐらいだったら全然そうですね、はい、大丈夫です、うん、良心的かなと思いますね、はい、うん、カードボックスさんもそうですね、うん、普通のもう普通の状態ぐらいだったら、うん、はい、普通に買い取っていただけるかなという感じですね、うん、ということでね、第2位は福山にある、開放倉庫さん、はい、発表させていただきましたんで、続きまして第1位を発表したいと思います。では第1位は、はい、こちらは問答無用で、うん、ブックオフヤギ店さんです。はまあ、もちろんね、ただこれはあの買い取りの査定員の方が詳しい方がいらっしゃるときといらっしゃらないときがあって、うん、ちょっとその時によりきりは確かにあるんですよ。あ、そう、まあ、ただパートの方だとどうしてもそれが難しかったりとかする場合もあると思うんで、うん、まあ、一概に毎日そうとは限らないんですけど、うん、あのやっぱり詳しい、すごい詳しい方がたくさんとかいらっしゃるんで、うん、その方たちに聞いて買い取りしていただいてっていう分でいくと、うん、あのやはり買い取り値で言ったら僕はダントツだと思ってます。ダントツだね、うん、もうダントツの1位です。そう、やっぱりね、よくね、あの良心的につけてくれたらね、また違うカードも買えますしね。そう、うん、なのでやっぱりそれで被ったカードで欲しいカードに変換できてっていうので、うん、僕たちも大変お世話になってるお店さんなんですけど、うん、はい、あのやっぱり皆さんもね、かぶったカードとかをこうトレーディングして新しいの買いたいなと思うときは、うん、ブックオフヤギ店さん本当におすすめです。おすすめですね、はい、なので、まあ、事前に詳しい方今日っていらっしゃいますかとかって聞くのはもしかしたらいいかもしれないですね、うん、確かに、はい、担当者がいらっしゃる場合といらっしゃらない場合がある、うん、はい、じゃあということで、買い取りが良心的だなと思う第1位は、はい、ブックオフヤギ店さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。買い取りがちょっと厳しいなと思うお店さんランキング第3位を発表したいと思います。はい、第3位は、うん、レプトン系列さんですまあね、ちょっとあの載せてる表とかも見させていただくと、うん、全体的にちょっとかなり、これはどこの店と相対比較してもやっぱり厳しいかなという感じがしますね。そうですね、はい、じゃあ続いて2位いきましょうか。そうですね、じゃあ買い取りが厳しい第2位のお店さんはカードラボさんですすいません、結構お世話になってるお店さんなんですけど、ちょっともう正直な意見を、はい、言わせていただくと、ちょっと査定が厳しいかなと。そうね、まあ、ただこれは言い換えると、それだけ品質管理に徹底されてるっていう意味でも捉えられます。あ、ね、はい、ただそうは言っても、ちょっとこれぐらいでって思う時ってやっぱね、僕たちからしたらある時あると思うんですよね、あのコレクターの方や、あの方、ただやっぱりどうしてもそこをすごい基準が高いところでやってらっしゃるから、品質管理が良くてブランド力もあってっていう感じだとは思うんですよ。あれ、いい意味でもあるかも。そう、これいい意味です、逆に言ったら。そうです、それがちゃんと査定ができて、でもちろん売りに出す時に、その時にちゃんとあの皆さんに提供しやすい価格に調整して販売されてらっしゃるので、まあ、そうですね、ただ総合的に言うと、まあ、結局ちょっと、はい、あの表に載せてある金額にならないことの方が多いというイメージはあります、うん、はい、というわけでちょっと第2位にさせていただきましたじゃあ続いて第1位ですね、はい、ゲームワークさんです。あで、こちらのゲームワークさん、あの何回か持っていかせていただいたことあるんですけど、うん、その日の朝にこの金額で買い取りますよっていう表が載ってたんで、うん、持って行ったら、その表と違う金額になりました。そうですね、例えば3000円で買い取りますよって書いてあるんですけど、実際1000円になってる、うん、ただこの金額で買い取りますよって載せてるんで、その件を言うと、うん、いや今はこの金額なんでっていうふうに返されたんですよ、うん、もちろん事情あると思います、うん、たまたまカードの買い取りが被ったりとか、うん、あの在庫が増えたりとかあったんかもしれない、ただ多すぎました、うん、ね、正直に言わせていただくと、でなんかちょっとその頻度が多いかなっていう、うん、でそれ1枚だけじゃなくて、もちろん僕らの場合かなりの枚数持っていくんで、うん、基本的にその価格表になったっていうのはあまり多くなかったです。ないですね、それがなんか傷の査定で減額っていう話ではなかったしね。そう、正直理由も言ってもらえなかったりとかで、うん、あのなんかちょっと、うん、厳しいかなと思います。難しいかなっていう。第1位はゲームワークさんということで、はい、はい、じゃあ最後の項目となります。
シングルカードの購入がこう良心的だなとか品揃えが多いお店さんランキング第3位を発表したいと思います。はい、第3位は、うん、ミントさんです。ミントさん実はこちら隠れ名店じゃないかなと僕思ってまして、あの広島のバトルロジックさんの隣にあるお店さんなんですけど、うん、あの野球カードの取り扱いとかもされてて、うん、僕それしか逆に取り扱いされてらっしゃらないんじゃないかなと思ってたんですけど、ちょっと見たらこの間ポケモンカードとかがいっぱい置いてあって、うん、あれと思って見に行ってみたら、あの特にストレージが強くてですね、強い、うん、あの結構掘り出し物のカードが、うん、あのそれこそ対戦で使えるカードですね、環境系のカードがいっぱい置いてあったりとか、うん、あのそれこそ木裏のカードとか、うん、でそれこそかなりプレミアがついてるようなレアいカードとかですね、うん、が並んでて結構面白いお店さんだなっていう感じで、うん、はい、かなりね、お安くね、あのいろんなやつがあってね、そう、うん、結構大手のショップさんだとその時に人気のカードってすぐなくなっちゃったりするんですけど、うん、そういうのとかでもこうストレージに入ってたりとか、うん、揃えたりしたりデッキ組んだりするにはぜひ寄っていただいて見ていただきたいなと思ったお店さんでした、うん、はい、じゃあ続いて第2位も発表いきたいと思います。はい、はい、じゃあ、品揃えが多いなとか安いなと思った第2位のお店さんはバトルロジックさんです。はい、お隣だ隣でした。もちろんねバトルロジックさんやっぱりその遊戯王とかでもそうなんですけど、うん、やっぱレアいカードが多いですね。それこそプリズマティックシークレットレアのブラックマジシャン抽選で3000円のやつとか、うん、テンサーザンドドラゴン万物創生図ですね、うん、とかもそうですし、で数々レアイトリンキーカードやもありますし、うん、でもちろん環境系のカードですね、うん、ポケモンもそうですけど、うん、もちろんプロモカードやレアイカードもありますし、うん、それこそクイックボール欲しいなと思って買いに行ったらそれこそもう20枚でも30枚でも置いてあったりする時もあるし、うん、まあ、クイックボールはどこでもあるかもしれないですけどまあ、うん、そんな感じでね、ストレージも結構たくさんあって、で見つからないときはタブレットで検索もできるんで、すごい便利だなと思います。そう、もうシングルで僕もこれが欲しいと思ったときに検索で、うん、ゴリランダーとか探しに行ったりいたね、よくのゴリランダーそうそう、なんかどんどん余分を持ってるね、メッソンとかも、うん、すごい見やすい便利なお店さんだなっていうふうに思いました、ね、皆さんもぜひやってみていただけたらと思います。はい、まして、購入がいいなと思ったお店さんランキング第1位の発表となります。はい、第1位は、うん、ホビーステーションさんです。ホビーステーションさんです。いいのランキングほとんど入っちゃったそうだね、そのホビーステーションさん正直在庫はそんなに多くないときは多くないですよ、うん、っていうのも売り切れがすごくて、あ、そう、ね、そう、シングルカードで特化品コーナーとかで結構お安く出していただけるんですよ、うん、安い、うん、安いよね、安い、もうこの間溶接工とかも100円とかで買ったんですけど、そうそう、すぐ買ったね、うん、その前の日に僕他の店で200円とかで出して買ったりしたんですけど、うん、やっぱりすごいお安く、うん、カードを提供してくださることが多いんで、うん、そのやっぱり特化品とかそういうとこも、ね、お値打ちですし、うん、でレアいカードとかもやっぱり置いてあることが多くて、うん、ただすぐ売り切れるっていうところはちょっとあれなんですけど、うん、もう何か探しに行きたいなと思うんだったらぜひ寄っていただけたらいいかなというお店さんになってます。そうね、うん、すごくおすすめです。じゃあ第1位はホビーステーションさんということでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで以上になるんですけど、うん、はい、まあ、ただ皆さんこれはあくまでも僕の一人の個人の意見としてのリアルなお話なんですけど、うん、あまり鵜呑みにされすぎないように、うん、はい、もちろん自己自身らの目で気に入ったカードショップさんが見つけていただいて、うん、はい、選んでいただけたらとは思うんですけど、そうですね、はい、また情勢が変わることもありますし、ね、うん、なのでこれは一つの参考の例として、はい、受け取っていただいて、うん、まあ、一緒にこれからもカードゲーム楽しめたらなというふうに思っております。はい、はい、では長々と皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ではご視聴ありがとうございました。はい、またね。またね。